ディープテック研究所。この番組はビジネスインサイダージャパンの科学好き記者の三村がディープテック系スタートアップについて深掘りする番組です。皆さんこんにちは。ビジネスインサイダージャパン副編集長の三村です。ディープテック研究所、今回で15回目となりました。今日はいつもと毛並みを変えてググッとサイエンスの話題に振ったお話です。皆さん、アマテラス粒子ってご存知ですか？11月24日アメリカの科学誌サイエンスに掲載された論文で発表された粒子なんですが、実はこの粒子、人類の観測史上2番目に高いエネルギーを持った宇宙船なんです。だから何なんだよと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実はそう簡単には見つけられない超超高エネルギーの宇宙船という宇宙からの贈り物に今世界中が沸いています。ということで、今回はゲストとしてそのアマテラス粒子の発見に携わった大阪公立大学理学研究科南部陽一郎物理学研究所の准教授藤井敏弘先生にお越しいただきました。藤井先生、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。簡単に最初自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？はい、大阪公立大学理学研究科および南部陽一郎物理学研究所で准教授をしております藤井敏弘と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、専門としてはと何を専門されているか？宇宙物理学。宇宙物理学ですかね、はい、あと高エネルギー物理学。高エネルギー物理学、はい、ということでですね、はい、今回今までディープテック研究所という番組ではディープテック、大学発研スタートアップ企業の方をお呼びしてたくさんいろいろお話聞いてきたんですけども、初めてですね、もうなんかゴリゴリの理学系の研究者をお呼びしてお話を聞くということで、僕かなりテンションが上がっております。今日はよろしくお願いいたします。光栄です。ありがとうございます。11月24日にですね、かなりいろんなニュースサイトというか報道メディアでですね、アマテラス粒子っていうその謎の粒子の名前がですね、かなり報じられたんですけれども、これがかなり世界的に話題になっているようで、先生のもとにも世界中から取材の依頼が殺到しているというふうに聞きました。どれぐらい結構取材に来られてるんですかね？はい、ですね、まず海外の記事は700件を超えているようで、私自身に、はい、インタビューを来たのがもう15件ほどありました。特に発表前の1週間の間に、解禁、24日解禁の手前の間に、記者の方は研究者と話す、レクチャーみたいな記事を精査する期間がありまして、その間に、午前中にはアメリカの研究者で、昼間は日本の、記者の方々で、夕方からはヨーロッパの方々が連絡していただいて、でもうずっとその24日までは特に忙しくて、で24日以降、情報解禁以降も、時々、いろんな雑誌の依頼だったり、執筆などがありがたいことに注目していただいております。はい、ということでですね、なんて言うんでしょう、僕も物理大好きなので、とか、なんなら物理系出身なので、すごく過剰に反応しているんですけれども、なかなか物理、日常から接しない人からすると、なんでこんなに話題になってるのかなっていうところが、なかなか不思議なところがあると思いますので、ぜひそのあたり、どう面白いのかっていうのを、今日いろいろ深掘りしていきたいと思っております。で、じゃあ、改めてなんですけれども、今回、そのアマテラス粒子が発見されたということが、はい、一つニュースのポイントだと思うんですけれども、そもそもその研究成果の、そのすごいポイントっていうんですかね、っていうのはどのあたりがやっぱり物理学者的に面白いところなのかっていうところなのかをぜひちょっと教えていただきたいなと。はい、ありがとうございます。まず第一に、このような非常に高いエネルギーの宇宙船っていうのはやってくる個数っていうのが非常に少ないんです。なのでそれがどこまでエネルギーの高いものが存在してるのかっていうのが、まずそもそも大きな謎として、それを観測するために我々、365日24時間常に定常観測を実施しております。その中で、今日まで15年間我々の検出器を動かしているんですけども、そこで今日までの15年間で一番高いエネルギーの宇宙船が観測されたということが、まず一番の驚き でになります。はい、15年間365日24時間ずっと観測をしていて、はい、これアマテラス粒子っていう名前だけ聞いたことある方からすると、じゃあどれぐらい高いエネルギーの粒子なのっていうところが分かんないかもしれないですけど、今回発見されて宇宙船のエネルギーっていうのが244エクサ
電子ボルトっていう、そうですね、あの聞いたことのない単位が並ぶあのすごいあのエネルギーのものが発見されたということなんですけど、それがまあかなり、はい、まあ、15年間で初めて、15年間で一番大きいエネルギーですね。で2番目のエネルギーは192エクサ電子ボルトになります。だから200エクサ電子ボルトを超えたのは、それアマテラスユキが唯一になります。はい、はあ、これちなみにこのエクサって、はい、ゼロが18個ついてるんですよね。ゼロが18個、はい、10の18乗。だからおそらく、はい、そうです、10の18乗なんですけど、皆さんの身の回りだとおそらくギガバイトとか、例えば iPhone とか64ギガバイトとかだったりしますね。はいはいはい、10の9乗です、ね、10が9の9乗ですね。でその次がテラバイト、おそらくハードディスクも持ってる方はいらっしゃると思うんです、はいはい、それが12乗になっていまして、その次はペタバイトとかだと、なんかギリギリ聞いたことがある人がいるかもしれないですね、はい、あのたまにでその次エクサというのはあんまりないですよね、はい、あ、ペタの次がエクサですね。ペタの次ですね。これちなみにその、まあ、電子ボルトっていう単位もついてると思うんですけれども、その244エクサ電子ボルト、その10の18乗っていうのはすごく大きそうなんですけれども、その電子ボルトってなってくると、このなんかエネルギーの量としてはなんかどれぐらい大きいものが、うん、あの発見されたというふうに理解すればいいんでしょうか。そうですね、家電粒子、例えば電子が加速された時に得るエネルギーっていうのが、まあ、エレクトロンボルトというふうな定義になっていまして、電子1ボルトの電位差で加速されるときに得るエネルギーが1ボルトになります。なので乾電池が、はい、1.5 ボルトになる。あれが 1.5 ボルトですよね。はい、だからそれで 1.5 ボルトが、加速できるというふうなエネルギーになります。では10の20乗まで加速するとしようとするとどうするかっていうと、それを直列に2個つなぐと、まあ3ボルトになるんですよね。はい、でそれをこうどんどん重ねていって、まあ、約10の20乗を重ねると到達できるんですけど、あ、そうするとアンドロメダの星までの距離になります。あ、じゃあ乾電池をアンドロメダまで並べて直列につないだ分のエネルギーで電子1個加速させた時のぐらいのエネルギーがかかった、まあ、宇宙船っていうものを今回15年間で初めて観測した。そうですね、それがもうなんていうか、まあ初めてっていうことはもう訳がわからない粒子っていう。そうですね、はい、どれぐらい来るかっていう頻度も、非常に問題だったんですが、まあ、ある程度我々が予想した通りに、まあ、想定通りというか、いつかは200を超えるのがそろそろ来るかなっていうふうに待ち構えてた面も、ありました。はい、あ、ということを言うと、そのある意味そのじゃあその予想してたものがやってきたっていう感覚。そうですね、存在自体はおそらくあるだろうと思っていて、我々の検出感度ももうそろそろそこに届くんじゃないかなというふうな予想はしてたんですが、うん、それがいつになるのかっていうのはまあ分からない状態でした。うん、はい、でもある種確率的にその検出装置があるところに本当にちゃんと来てくれない限り検出できない、そういうわけです。そこに落ちないと観測できませんので、はい、うん、少なくともお話を聞いていて、なんかこうすごくやばそうな粒子が観測できてすごいこう珍しかったんだなっていうのは、もうものすごく多分皆さん分かってくださると思うんですけれども、じゃあそもそもその、まあ、そういった超高エネルギーの粒子の検出っていうのは、なんでこうこれほどその、まあ、先生含めてその待ち構えていたっていうことで、うん、何を知りたくてそういうその粒子を検出しようとされていたのか、そこって多分物理の深淵につながってるお話だと思うんですけれども、そこはいかがでしょう。はい、ありがとうございます。で我々エネルギーが一番高いものを求めていまして、それをずっと探してたんですけども、エネルギーが高くなると宇宙の磁場で曲げられにくくなるんですよね。でそうすると、で、あ、宇宙空間には磁場がありますので、そこで宇宙船っていう荷電粒子は曲げられてしまうんです。で低いエネルギーの宇宙船だと、あ、ごめんなさい、どうぞ。宇宙船っていうのは、まあ、電気を帯びた粒子、これ先ほど電子っていうものもありましたけれども、その宇宙船には電子だったり、そのいろんなものがある。電子も含まれるんですけど、大きな我々がターゲットとしているのは陽子であったりヘリウムであったり原子核ですね。それがターゲットになります。はい、ヘリウムとか原子核とか、まあ、陽子とかっていうのもその、まあ、宇宙船の一つっていうふうに、はい、そうですね、主には陽子ですね。はい、メインが陽子、はい、陽子が一つっていうのが 90% を占めているというふうに考えられていて、うん、その後 8% ほどが、ヘリウム原子核で、うん、それより重たい原子核が残りの、数パーセントになっていて、うん、で電子も、1% から 0.1% ほどエネルギーにもよりますが含まれております。はい、
まあ、ただ数は少ないということですね。そうです。じゃあそういうものをこう、まあ、探すことの意味合いというか。そうですね、やはりどこから発生したのかっていうのを明らかにしたいんです。はい、その発生源を特定したいっていうのが我々の、一番の興味ですね。どこからどのように生まれて、地球までやってきているのか、それを明らかにしたいというわけです。素人的に考えるとこう、まあ、地球にやってきたそういう陽子であったり、その、まあ、電気を帯びたヘリウムの原子核であったり、そういったものを、まあ、この地球にやってきて検出できましたってなった時に、それって太陽系の端っこから来ていた陽子であっても、なんかアンドロメダ銀河からやってきた陽子であっても、その陽子であることについては別に変わらないような気がするんですけれども、そういうものを例えばこう、あ、検出したってなった時に、そういうなんか、あ、こいつはここから来たんだねみたいなことって分かるものなんでしょうか。ああ、はい、そうですね。素晴らしい指摘だと思いますよ。まさにあの来たものだけを見ると分からないんですよね。ああ、ただそれ、じゃあもう どれが来ても陽子であることには変わりはない。陽子である、はい、ただエネルギーっていうのが違っていまして、はい、だからそのどのエネルギーを持った陽子であるかっていうのを調べると、そこが太陽で発生されていそうなのか、それとも我々の銀河で発生していそうなのか、それとも我々銀河ではなく銀河より外側の別の銀河で加速されているのかっていうのがエネルギーを見れば明らかになるんです。ではどうしてエネルギーを見れば明らかになるのかというふうな疑問が出てくると思いますけど、はい、いいエネルギーの宇宙線というものは、まあ、太陽から来ているっていうのが考えられていて、でそれは太陽が活発に活動しているときと相関があるわけですよね。それを分かっていて、でなおかつエネルギーが高くなると我々の銀河では到底そのようなエネルギーにはいかないんじゃないかというふうに考えられていまして、エネルギーが非常に高いものがもし我々の銀河に存在していると、まあ、我々が存在できなくなるとか、それぐらいエネルギーが高くないといけない、極限的な環境じゃないと生まれないというふうに考えてまして、まあ、我々の銀河にはそういうのがあれば結構皆さん積極的に我々の銀河の観測は行われていますので、そういうのが近場なので、そうですね、はい、観測しやすいはずですもんね、近場の方が。だから遠くの知らない何かじゃないかというふうなことが考えられるわけです。はい、なるほど。これなんていうか、日常生活を送るなんか生活者目線からすると太陽もエネルギーすごく持ってそうな印象がありますけれども、宇宙レベルで見るとやっぱりなんかそんなに大したことないって言ったらあれですけれども、太陽ってそんなに一番近くにあるだけですね。はい、まあ、単純に距離が近くて光ってるからなんか眩しいなってなってる。あ、そういうわけです。はい、そういう意味でその先ほどそのめちゃくちゃ極限環境じゃなきゃ高いエネルギーのものが発生しないっていうようなお話ありましたけど、このイメージが正しいかどうかわからないですけれども、太陽よりもと比較するともう果てしないぐらい輝いているようなあの星みたいなものがあって、そこから出てきためちゃくちゃエネルギーの高いやつがたまたま地球まで届いた、それを検出することによって、はい、なんかどこからどういう現象から出てきたんだろうかみたいなところがなんとなくこう分かってくる。そうですね、はい、我々が期待していたのはやはりすでに我々の銀河以外で活動的な天体っていうのがいくつも報告されています。例えば、去年一昨年に報告された大質量ブラックホールの直接撮像っていうのも話題になりましたけど、その M87 という楕円銀河の中心で太陽の100億倍ぐらい重たい星がブラックホールになっていて、そこのリングの部分の撮像に成功したんです。でそこからはジェットと呼ばれる非常にものすごい活動的なこう出ているものがあると考えられてますので、まあ、一つの候補としてはその M87 という天体が、宇宙船を10の20乗電子ボルト244エクサ電子ボルトまで加速できそうだなっていう予想はすでに50年前から、提唱されていました。はい、で観測機器の感度がそこまで追いついていませんでしたので、その時には予言だけだったんですけど、それ感度が追いついてきまして、ようやくなので、それでどこにから発生源かっていうのを調べていて、特にエネルギーが高くなると宇宙の磁場で曲げられにくくなるということが重要で、ほぼまっすぐ来るんですよね。そうすると普段だったらこう曲げて方向をどこ来たかわからないものが、もうそれをたくさん見ればここに天体があるというふうな明らかに見せてくれますので、そういうのを見つけ出したいというふうな流れになります。はい、
長いことこう理論的にまずやられていて、こうすれば検出できるはずだみたいなことって、多分まあアインシュタインが100年ぐらい前にいろいろ計算したときにたくさんいろいろ出てきて、ブラックホールの殺像みたいなのもなんかやっとなんか100年経ってやっと検出できるようになりましたみたいなお話で、すごくこう科学の進歩をあの感じる話だなと思って、僕も毎回お話聞くたびにワクワクするんですけれども、今回実際に先生方がその15年間かけてやられたその検出の実験というか検出方法っていうのについてもぜひあのお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、プレスリリース、ね、はい、拝見して、あのテレスコープ、なんでテレスコープアレイっていう、はい、なんか初めて多分皆さん聞くようなワードが並んでいると思うんですけど、これってどういう実験で、その何を結局検出していることになるんでしょう。あ、はい、ありがとうございます。ですね、テレスコープアレイ実験は、日本、アメリカ、韓国、ロシア、ベルギー、チェコ、そして現在はさらに、スロベニアとポーランドが増えた8カ国の、約140人の国際共同実験になっております。アメリカユタ州にある、あの宇宙船検出機なんですけど、面積としてはおそらく琵琶湖を関西の方はご存知なので、琵琶湖の大きさに匹敵する範囲にもし宇宙船がやってきたら、捉えられる検出装置になっています。でどのように捉えるかというと、非常に高いエネルギーの宇宙船が大気にぶつかりますと、特に10の20乗電子ボルトだと、そのエネルギーが細分化されて粒子群となって地上にほぼ同時に到来します。その現象を空気シャワーと呼びまして、その空気シャワーを地上に設置された粒子検出器、放射線検出器を多数並べまして、それで観測するというふうなものになります。これ一つ質問をよろしいでしょうか。はい、高エネルギーの粒子がやってきて細分化されるっていうのは、現象としては今僕も先生が出されたプレスリリース の図を拝見してるんですけれども、はい、なんかイメージとしては大気中の何か粒子とかに当たって、そうですね、なんかいろんな反応を、そういうわけです。はい、大気とぶつかってエネルギーを持っていると粒子を作る能力があるというふうに思っていただいて、で大気っていうのは宇宙空間はスカスカなんですけど、大気は非常に密度が濃いんですよね。はい、なのでそこにある原子核とぶつかりまして、それで大量の、二次粒子を生成します。具体的にはパイ中間子というものであったり、はい、そういうエネルギーが高いからこそそういう生み出せる能力がありまして、なんかもう、じゃあ地球にやってくると、その大気に当たると、そこからこういろんな高い、あ、なんというか、そのもともと入ってきた超高エネルギーの粒子のエネルギー量によって、その下の方にどんどん地上に近づくにつれて、どんどんたくさんいろんな粒子が出てくるわけです。中間子みたいな粒子がたくさん発生してくると、そういうわけです。で結果的には電子、陽電子、ミュー粒子という非常に透過性の高い粒子を伴った粒子群となって地上に到来するということになります。はい、じゃあその実験、先生方がやられていた実験では、その最終的に地上にたどり着いたその粒子群を検出する、ね、粒子を捉えろというわけです。はい、じゃあそれって検出できたものとしては、その、まあ、ミュー粒子だとか中間子とか電子とか陽子とかっていう話になると思うんですけれども、はい、でも今回検出できたアマテラス粒子っていうのは244エクサ電子ボルトの、はい、おそらく陽子だと思われてるということ。まだそこは、はい、決着がついていなくて、はい、原子核、まあ、陽子なのか鉄なのかヘリウムなのかっていうところまでは明らかになっていませんが、はい、ただ、ガンマ線、光ではないっていうことと、ニュートリノではないということは、明らかになっております。はい、それって、その地上、見えてるものとしては、地上ので観測できたデータだけだと思うんですけれども、そこからどう、はい、どうやって逆算していく、逆算していけるものなんでしょうか。はい、そうですね。まず、空気シャワー粒子っていうのは、10の20乗電子ボルトになると、直径10キロほどにわたって、ほぼ同時に粒子が到来します。上からやってきて、最初に大気中に入ってきたときにバーッと広がっていった、この最終的に地上に到達した半あの面積というか広さっていうのがそれぐらいの規模、それぐらいになります。で、それすべてを検出できるともちろん嬉しいんですけども、はい、やはり予算もかかりすぎますのでそこに小さい検出器を複数台並べておくわけですね。はい、でそうするとその複数台を GPS を使いまして、まあ、数十ナノ秒、ナノ秒だと10のマイナス9乗だから 10、はい、10のマイナス8乗の秒で同期していて、
でほぼ同時というふうに言ってますけど、それはマイクロ秒、10のマイナス6乗秒でほぼ同時の信号を見るというわけですね。多少角度とかついてると到達タイミングが変わってくるということですね。そういうわけです、そういうわけです。で 1.2 キロ間隔で離れていますと、こう上から来たのも多少の時間差が生じますので、その時間差からどこから来たのかっていうのを推定しまして、あとは重心位置がどこにあるのか、で近いところ落ちた場所に近いところの検出器ではたくさん粒子が生成されていて、シャワーを作ると中心に行けば行くほど粒子がたくさんあって、横に行けば行くほど、まばらになるというふうにイメージしていただければいいと思います。なるほど、はい、じゃあそのデータでなんとなくまず方向と広さであのエネルギーを入ってきたエネルギーが、はい、であとは経験則的に、はいはい、どのような広がっているか、この広がり方の関数を、見積もりまして、それによって全体の粒子数を推定すると、これだけの粒子数が生み出されるということは、もともとにはこれぐらいのエネルギーがありましたというふうに、類推していくわけです。はい、でそこでそのこいつというか、その最初にやってきたやつもがその、はい、まあ、陽子なのかもうちょっと大きめの粒子なのかとか、なんかそこもある程度、はい、そのなんていうかシャワーの形というか広がり方とか入り方によって、ね、も、はい、含まれてるはずなんですが、今の地表の、はい、粒子検出器だけだとやはり情報が不足していまして、我々粒子検出器以外にも望遠鏡でその大気でどのように、シャワーが作られてるのかっていうのを撮像できるんです。ただそれはデメリットとしては夜間の、晴天夜しか観測できません。なのでその明るく暗い夜であればアマテラス粒子も望遠鏡で撮像できたんですけど、運が悪いことに夜明けの時でちょうど観測をしてませんでした。はい、これでも観測いつ来るかわからない粒子って観測できるものなんですか？あ、ずっと観測するわけです。なので15年間観測するわけですね。あ、じゃあその望遠鏡とその地上の検出器はもうセットなわけですね。そうですね、だから、大物がかかるのを待っている網のようなものですね。はい、15年間網をずっと張っていた。そうです、そうです。あ、それで大物が、はいはい、かかったら喜ぶわけです。今回検出結果がそのまあ上がってきた時って、これもすっごい月並みな質問ですけども、どういう気持ちだったんでしょう？はい、ですね、私最初見た時はなんかの間違いかなというふうに思いました。なんかちょっとしたエラーでもそういうのもできそうですよね。ですね、ちょっとしたでもないんですけども、まず数字だけを見たんですよね。で本来のエネルギー、我々の検出器で捉えられる平均的なエネルギーって3エクサ電子ボルトとか4エクサ電子ボルトとかそれぐらいなんです。それもちろん10の18乗を超えてるので数字的には大きいんですけど、まあ、それぐらいがいつものエネルギーだと思ってください。でその中で急に2桁も大きい244っていうのが出てきてえって驚いたのが最初ですね。はい、それってなんかどのタイミングでその、まあ、これ間違いじゃないのっていうところから、いやこれは本当かもしれないっていう、はい、フェーズに移行するものなんでしょうか？ですね、まず数字見たときはなんか、うん、おかしいなと思いましてその後プレスリリースでも、はい、ご覧になっているんでした、この波形の形が出ていると思うんですけど、あれの図を描いたんですよね。一個一個の波形を見ると綺麗にこう時間的に連続的に信号が取られていまして、しかもマイクロ秒の時間差で、まあ、期待通りな信号で、なおかつシャワーも大きく広がっていると。それを見たときに、ああこれは間違いないなというふうに思って非常に興奮したのを覚えています。はい、あ、じゃあ、まあ、そこでもう、まあ、おそらく何らかの粒子がかかったのは間違いないだろうなっていうところで、そこでかなり自信は、はい、ありましたね。いやー、なんかこういうプロジェクトって多分関わってらっしゃる方もすごくたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、なんていうかその皆さんが多分同じようにそういう興奮を、なんかこの一つのなんか多分データで見るとものすごくこうなんかちょっとしたなんていうか、まあ、ちょっとしたというとあれですけども、そうなんですね、本当にただのデータですけれども、はい、そうです、そうです。見る人が見れば非常に興奮できるんですけど、他の人が見るとね、なんかこうひょろひょろって書かれてあるだけなので、やっぱり味わうためにはある程度知らないとダメなんですよね。はい、本当に面白さを知っているとより味わえるというか、はい、魅力が増すんだなというふうに個人的にも思っております。はい、
ではということでですね、今回ディープテック研究所前半ではそのアマテラス粒子の発見がどうすごかったのか、まあ、藤井先生にお伺いしてきました。で、来週はですね、じゃあその結局じゃあこいつらどこから来たのかみたいなお話についてさらに藤井先生にお話を伺っていきたいと思っております。藤井先生、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。ディープテック研究所ではご出演いただけるディープテック企業を募集しています。次戦他戦は問いませんので、コメント欄や概要欄からリクエストをお寄せください。それではまた来週お会いしましょう。